です。DC5 が入庫しましたので、ご紹介したいと思います。平成14年式前期モデルの DC5 インテグラタイプ R です。パーツが、まあ、ライトチューンって感じで、ホイールバンパー、車高上バンパー入っているような形で、まあ、街乗り気持ちよく乗れる仕様になっているかなと思います。走行距離8万5000キロ、出費益あるような車にはなるんですけども、状態としては結構いい状態なので、まあ、今回はまた外装内装、そして下回りですね、ご紹介していきたいと思いますので、ご覧ください。はい、では外装を見ていきたいと思います。まずフロントバンパーから。フロントバンパーはですね、ちょっと、傷がありまして、まず左前から、まあ、こんな感じでちょっと塗装のひび割れが入っています。まあ、これぐらいはちょっと車外バンパー入ってると仕方ないかなっていうレベルですけども、ここら辺とかもちょっと薄くて見えないですけど、薄く線が入ってるような感じですね。この辺りとかな感じになってます。で、左前もちょっとこんな感じでひびが入ってて、ちょっと塗装が欠けてるところもこんな感じであります。あとは、まあ、この辺とか、まあ、引いてみると、まあ、こんな感じなので、まあ、遠目見たらそこまで目立たないんですけど、まあ、近くで見たらあえて上げてったら、ここら辺がちょっとひび入ってて塗装が割れてるかなっていうような感じですね。で、ヘッドライトの方は多少ちょっと黄ばんでる感じはあります。まあ、どうしても平成14年式で8万5000キロ走ってるので、多少の黄ばみは仕方ないかなというところですね。左フロントも一緒です。続いてボンネット。ボンネットは見た感じ特にへこみとかもなく、傷もなさそうかな。そうですね、傷、へこみ、ボンネットは特に見当たらないですね。じゃあ左のフロントフェンダー行きたいと思います。ちょっとここにこうですね、傷があるかなと。あ、でも結構ツヤも出てて綺麗な状態ですね。フェンダーは特に気になるところはないかな。それにホイール、レイズの C28 ですね。ちょっとまあどうしてもガリ傷が出ちゃってる部分は仕方ないかなとは思いますけども、まあ比較的綺麗な方かなという気はします。このキャリパーもですね、なんか焼けてるとかもなくて、すごく綺麗な状態です。タイヤは、サイズはどこだ、あったですね、215 4517。結構溝もあります。こんな感じで。はい、次にドアミラー、ちょっと傷ありますね。まあ、気になるレベルではないかなと思います。そして左のフロントドア、ドアもこう見る感じでは傷、へこみなさそうですね。ちょっとサイドステップの方も見てみたいと思います。サイドステップも綺麗ですね。こんな感じです。後ろからドアを見ても特に何か目立つようなところはないです。左のリアフェンダー、フェンダーも傷も特にない。あ、ここちょっとへこんでますね。まあ、エクボ程度のへこみがちょっと出てます。あとは特になさそうですね。こんな感じ。リアのホイールを見てみましょう。リアのホイールはちょっとここにガリ傷がついていますね。あ、でも左リアは結構ガリ傷なくて綺麗な状態。タイヤサイズは215 4517。溝は
こんな感じで結構残ってます。はい、じゃあギアバンパー左端から行きたいと思います。綺麗ですね。こんな感じ。特にリアバンパー気になるようなところはないですね。すごく綺麗です。マフラーは柿本のマフラーが入っています。じゃあ続いてトランクとリアウィング、まずリアウィングから。タイプ R なので大型のリアウィングがついています。塗装の状態もなんかクリア飛んでるとかっていうのも特にないので、リアウィングも綺麗ですね。そしてトランクもへこみ傷特に見当たらないです。そしたら右のリアフェンダー、まずはへこみから。ないですね。傷もないかな。傷もなそうですね。続いてホイール、リアのホイールは少しここに傷がありますね。ここはリアはガリ傷ないですね。こんな感じです。右リアも溝はこんだけあります。続いてよいしょ、サイドステップ、右側のサイドステップは乗り降りしたりするのでちょっと蹴っちゃったりとかってあるんですけど、まあ、ここにちょっと傷ありますけどもほとんど目立たない。もうこんな感じですね。引いちゃうともう全然わかんないです。あとはここにも、これも引いちゃうとこんな感じ。サイドステップは綺麗ですね。そして右ドア、まずはへこみから。なさそうですね。ドアのこの縁のところがまあちょっと、当たっちゃってる感じはありますけど、まあ、これはよくあるパターンかな。前の方行って、ドアも綺麗ですね。ドアミラーはどうかな。ドアミラーも綺麗ですね。そして右のフェンダー、フェンダーも傷はなさそう。へこみはゴミもなさそうですね。そしてホイールのガリ傷、ここにちょっとありますね。あとはこの辺ちょっとガリ傷がついてますね。まあでも右フロントはそんなにガリ傷ないかな。左フロントぐらいですかね、ちょっとホイールのガリ傷があるのは。タイヤもまあこんな感じで溝が残っています。じゃあ最後にルーフいきたいと思います。特に傷へこみなさそうですね。平成14年式で8万5000キロ走ってる車ですけども、まあかなり綺麗な状態の車かなというふうに思います。外装もおすすめですね。はい、続いてエンジンルーム見ていきたいと思います。エンジンルームはですね、まあ開いてすぐパッと目につくのが、このトップヒューエルのエアクリーナー、そしてエアチャンバー0400スペシャルドラッグ&ストリートファイター。ゼロ戦ってやつですね。
で、車高調がアッパーの部分でキャンバーの調整ができるタイプになっているという感じですね。はい、上から何か他に気になるようなところはないかちょっと探っていきたいと思います。まあ、上から見た感じでなんかオイル漏れをしてそうなところは見当たらないですかね。うん、特にないですね。結構綺麗なエンジンルームかなという感じです。じゃあ続いてエンジンをかけてみたいと思います。まあ、エンジンもスムーズにスパッと一瞬でかかる感じなので、まあ特にプラグが被ってるとかバッテリー弱ってるとか、まあそういうのも今の感じはなさそうですかね。じゃあちょっと吹かしてみたいと思います。エンジンの周りもいいですね。特に変な異音とかもしていないので、まあ現状上から見る感じは特に気になるようなところはなさそうですね。では続いて室内を見ていきたいと思います。まずドアトリムから、続いてパワーウィンドウのスイッチ周り、まあなんか割れてるとかっていうのは特にないですね。で、スカーフプレートもこんな感じですね。続いて純正のレカロシートです。8万キロ走ってるので、まあ、多少ここら辺のシートベルトが当たるところとか黒ずんでたりとか、このショルダー部分がちょっと黒ずんでたりとかっていうのは出てはいます。ただ破れ焦げみたいなやつはこんな感じで、まあ、特にないですね。はい。で、ドアミラーのパネル周りも、まあ、特に気になるところはないですかね。ちょっと乗り込んでみたいと思います。よいしょ。ステアリング、まあ、純正のモモのステアリングが入っていて、まあ、ちょっとここもう擦れちゃっているような感じなので、まあ、ステアリングは何か社外品とかの交換おすすめっていう感じです。で、ダッシュボード周り、まあ、特に気になるようなのはないですかね。ブログボックス周りもこんな感じになってます。で、オーディオ周りですね。オーディオはカロッツェリアの CD が入って、下がまあ空いてるという感じなので、まあ、2D のナビとか入れてもいいかなっていう気はしますね。ドリンクホルダー、そして無限のシフトノブ、まあ、シフトブーツとかも特に破れてないので気にならないです。で、サイドブレーキという感じですね。で、メーター周りがこんな感じと、エンジンをかけてみましょうか。特に警告灯とかも、ついてはいません。いい感じの吹き上がりですね。はい、よいしょ。じゃあ
いてリアシートをちょっと見てみたいと思います。リアシート、まあだいたいこういうクーペタイプのリアシートってそんなに使わないので、まあ汚れてるってことはないんですけども、この DC5 も同じですね。特に気になる汚れはないです。一応下のカーペットとかもよくタイプ R ってこう取っ払っちゃったりするんでなかったりするんですけど、ちゃんとついてますね。はい、こんな感じです。で、助手席のシート見ていきましょう。助手席のシートはまあやっぱり運転席とは違って使用頻度が少なかったんだろうなという感じで、結構綺麗な状態ですね。こんな感じになっています。で、助手席側のドア、これも見た感じは特に気になるような、うん、綺麗ですね。まあ、内装も8万5000キロですけど、結構綺麗な状態に保たれてる気がします。ステアリングだけですかね、ちょっと気になるのは。はい、はい、続いてトランクを見ていきたいと思います。こんな感じで、特に塗り無類で欠品しているところはなさそうですかね。こんな感じになってます。で、スペアタイヤ、そして工具もついています。こんな感じです。タイプ R なのでスペアタイヤもアルミっていうところがいいですよね。はい、以上です。